ないじゃん。思いっきり固まってますが、思いっきり、わー、しかも視聴6人って。これどっから声入ってるんですか。これ持たなきゃダメなんですか。いや、持たなくていいっす。あの、その MacBook Pro から。MacBook Pro から、はい、皆さん声聞こえてるんですかね。声聞こえてますでしょうか、皆さん。声聞こえてますでしょうか、皆さん。真似したんです。見てたでしょ、今。真似した、真似したでしょ。あれ違う、それ違う。ご覧の皆様、声は聞こえてますでしょうか。映像は届いており、聞こえてるということで、カズオさん、どうもこんばんは、のみんです。ということでですね、岡山の楽しい人や楽しいお店、楽しい情報をゆるゆるお話しする番組、ワノミン TV でございますが、私、ね、MC のワノミン小橋でございます。よろしくお願いいたします。ちょっと待ってください。もうかっちり始まっちゃってる。かっちり始まっちゃってますよ。あ、すいません、食べてて。今日一緒に MC をさせていただきます、ミュームです。なんでいいの。わかんない、なんかね、昨日メッセージでね、なんか、じゃあお願いって言われたんです。じゃあお願いって言われた。じゃあお願いされちゃったんですね。はい、あの、軽いよね、フットワークがね。今日は何をしてるかと言いますと、上にここにね、はい、であ、この辺かな、出てますが、あ、こっちか、こっちか、はいはい、出てますけども、ね、はい、あの、いわゆるコワーキングスペース。コワーキングスペース、何でしょう、コワーキングスペースは。コワーキングスペースっていうのは、はい、さっきカンペ見たんで、ちょっと待ってくださいね。カンペがあるんですね。ね、事務スペースであるとか、あとカフェスペースであるとか、会議室みたいな、あの、共同で使える、あの、職場スペースみたいな。ワーキングだから仕事だよね、英語にすれば。あ、違う違う、日本語にすれば。聞いてるの。まあまあいいさ、まあいいさ、始めるよって言ってるよ。うん、はい、加藤さん、どうもこんばんは、のみんです。こんばんは、みゆみゆです。わ、ね、とみゆみゆ噛んでないけどね。あ、わのみみたいな、わのみみたいな。ちょっとちょっと、向こうは静止画だけど、こっちは動画だから、ですから、ね、はい、いやいや、あの、そのコワーキングシステム、要はですね、はい、事務スペース、会議室、だから、フラット来て、仕事して、はい、会議して、で、あの、いろんな人とこう集まってきてですよ。はい、どやどやっと。初めて会う人もいたら名刺交換して、うん、で、さらにそこからですね、番組が始まったって言われますけど、その、そういう、こう、フラッと入ってきて仕事ができる。例えば、その、うん、フリーで仕事されてる方とか、はいはい、ちょっと家を抜け出して気分転換したいとか、いますよね、ちょっとこう刺激を受けたいとか、刺激を受けたいとか、そういう方がまあフラッと来られるとか、あと持ち合わせに使ったりとかですね。そうですね。会議室もありますし、はい、でインターネット環境もありますよと。Wi-Fi がこう拾ってくれる。そう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 。Wi-Fi を拾ってあげる。そうそう、Wi-Fi が飛んでる。どこ？もうそこら中を、そこら中を飛んでるわけですよ。Wi-Fi ってどういう形？無線なんですよ。形？多分ね。だって鳥がこうとかあるじゃん。BBB とか、あ、ね、こんな感じかな、多分。あの、正確に言うと、ね、正確に言うと、あの、多分講習を出してもらうので、カクカクした感じです。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じの波形が、あっちゃこっちゃで飛んでる。そう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 、周波数 2.4 ギガ帯でしたっけ、確か。違いましたっけ。ギガ帯、なるほど、飛んでいるので、はい、パソコン持ってくれば、そう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 、無線LAN対応のパソコン持ってくればつながりますし、で、そこで仕事をして、はい、で、こう、ちょっと後で多分、あの、カメラの方が来たら映すと思いますけども、なるほど、あの、向こう側にはこうでっかいテーブルがあるわけですよ。で、そこの方のパソコンで仕事をする。はぁ、はぁ、なるほど。そうすると、フラフラってまた違う人が来る。で、あ、どうもどうも、名刺交換する。はい、そうか、なんか生まれるかもしれない。何やってるんですか、話になる。私 MC してましてみたいなことで、番組以外が来るかも。番組してるんで一緒にやりませんかみたいな。はい、ここは断るけどな。だが断る。どうも、ティーミズさん、こんばんは、のみんです。ありがとうございます。ティーミズさん、ティーミズさん、ティーミズさん、こんばんは、はじめまして。ちなみにここの場所、はい、場所どこになりますか、ね、ここはですね、岡山駅の東口を出まして、はい、僕閉められてた。岡山駅の東口を出まして、はい、で、桃太郎通りをテコテコ行きますとですね、はい、左手にサンクスございます。はい、はい、え、どことこじゃない方がいいですか。じゃあテクテク歩いてますとですね、ぼんやりと歩いてぼんやりと歩くようなイメージはちょっと怖気味してしまうスペースね、一致しませんが、ちょこちょこ歩いてると、そうね、ビジネスマンだからね。で、左手にサンクスございます。すぐそこ、はい、ね、ありますね、すぐそこ3キロと、みたいなね。
はい、初めて聞いたそのネタ、ね、あこんばんはミューミュー始まったのにまだ食べるこんばんはそういうのオケな感じということでカフナさんこんばんはカフナさんどうもこんばんはのみですカフナレアさんこんばんはのみんです、はい、そうノマドマーカーが利用する場所でございますねカズオさんよくご存知でそのノマドワーク放浪者っていうね、ノマド、うん、お酒飲まない人がどうださあ、それシラフとかゲコとかねいや、ノマ、まあ、ノマしかあってねどうかノマもあってないからお酒飲まない人ゲコだからあ、そうかそうかノマドワーカーさんが利用するまあ、ノマドワーカーさんそうですねスペースパワーそうです、今特に東京とかでも割とフリーの方を中心に流行ってるノマドワーカー、はい、あ、そうなんですかスターバックスとか行ってコーヒー飲みながら仕事するとかおしゃれやんやればいいじゃないですか似合いそうでしょさあ、そういうことでございましたですね。サンクスを曲がって、曲がりますね。そうすると右手に信号ビルっていうのがあります。はい。下はね、水穂銀行。あんまりこう大きくない入り口なんですけど、うん、ちゃんと書いてありますので。書いてありますね。はい、で、そこの信号ビルの5階、はい。ですね。はい。に、このサムライスクエアという。はい、ここのロゴでございます。コワーキングスペースがあるここら辺の、はい、いう感じでございます。でございます、はい。これがですね、またおしゃれな感じです。ここ、実はですね、はい、和室。今ね、油書いてるんですよ。はい。ほんまや。油書いてるんですよ。私、なんと整理してるのに。ほんとだ。ねえ、別に油書いてもいいじゃないですか。はい、でここは和室なんですけど、お茶室っぽい感じで、炉がちゃんと切ってあるんですね。は炉。炉が切ってある。炉が切ってある。はい。お茶する人はですね、すぐ分かると思うんですけど、畳が正方形にこう切ってあって、そこからこう、はい、炭とかを炊いて、茶釜を、釜を沸かすことができるんですね。文福。文福茶釜。ああ、なるほど。はいはいはい。そうなるほど。ノマドワーカーイコールお酒を飲まない人と解釈大爆笑ハッシュタグ見よう。なんで笑うの？で別に笑うことじゃないよ。はい、ありがとうございます。カズオさんこんばんは。今日も遠くからありがとうございます。そうそう。でそういうこう和室もあり、はい、で会議室もあり、そうですね。スタイリッシュですよ外はとっても。ね、はい。でまあ受付で受付していただいて、うん、であすごいのがですね、はい、これいつまであるのかわかりませんが電子ホワイトボード。うん、なんかフェイスブックページにシェアしてありますね。これなんか外で音聞こえてますもしかして。うん、めっちゃ向こうから遅れた声が聞こえてます。そう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 、聞こえてますね。何インチなんでしょうね、あれ100インチぐらい。結構大きかったですよ。かなり大きい、これですね。そうそうそう、ビッグパッド。そうそう、シャープさんかなんかのね、タッチパネルでホワイトボードができる。これタッチパネルなんですか。そうで、もう Windows が入ってるんで、はい、もうホワイトボードのアプリ走らせることもできますし、今そこではワノミン TV が流れてる、はい、この大画面で。そうですそうです、このツーショットが流れてる。あ、およそ大画面に耐えうらない、このツーショットが。はい、はい、もうちょっと入るかとしてて、はい、さあ、そんなわけでございました。腹減っているため食べながら MC するハッシュタグデミューということでね。今日はですね、どうしてこれ食べ物があるかっていうとですね、はい、今、はい、あ、お茶をくれと。お茶をくれと。はい。なんかもう何でもありな感じになってまいりましたが。そう、そんな感じで、向こうにもね、もう一個ね、和室があったりするんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、本当。なので、コンセントももちろんありますし、はい、非常にそういうノマドワーカーな方とかね、はい、ミーティングしたい方っていうのはいいんじゃないかと。はい、私、初めて、ちょっと事前に、こちら、視察させていただきまして。その時に、はい、思ったんですけど、はい、ほら、何を思ったんだい？ノートパソコンを持ってて、はい、ちょっと暇だなって思うじゃないですか。重いしね。ちょっと暇だなと思って、はい、時間ちょっと空きましたと。はい、空きました。ネットカフェ行くより、自分のパソコン使えるんだったらこっちに来てやっちゃった方がいいんじゃないかと。そりゃそうだ。だって向こうだとセキュリティ云々あって、またファイル削除したりとか、ややこしいでしょ。そうなんですよ。漫画は読めるけど、まあ確かにってね。そう、うん、で、値段がね、これがすごいんですよ。あ、お値段、私ね、未チェックでございまして、未チェック、なんだっけ、ドロップイン、要は1日使いたい。あ、とりあえず突発的に来て1日だけ使いたいよ。1日だけ使いたいよ。これ丸1日で使い放題2100円なんですよ。安っ。一般の方が。え、どこに書いてあるんですか。あ、ほんとだ。そう。え、会員になるとしかもさらに安い。そう。
で、入会金1万500円はあるんですけど、はい、それで、例えば、うん、あの月契約したりとか、はいはいはい、月契約したり、こんないいところはね、月契約でもいいよ。そうですよ、平日は朝9時から夜9時まで、1日いて、まあ、土曜日でも9時から6時まで、まあ、日曜日はお休みなんですけど、はい、で貸ロッカーはまあ有料ですけど使えて、郵便物まで保管してくれると。それで、うん、個人で27,825円、入会金は別ですよ、はい、月に27,825円、そして法人だと26,250円、好きですよこれ。別に自分でオフィス構えなくていいじゃん。そういうことです、そういうことなんです。これ安っ、採算合うのかな、心配してあげちゃう。さらにさらに、いや日中しか使わねえよと。ああなるほど、夜飲み行くしと。あ、飲みに行くの。別にそこは家族サービスでいいんだけど月曜日9時から5時までしか使えませんよっていう方は、うんうんうん、デイ会員、デイ会員、うん、お昼のね、デイでね、個人で22,050円、月契約で、そうです、法人で21,000円、安いよね。そうです、で駅前で徒歩3分ですよ、ここ。ですよ、ですよ。これ仕事してる人にはたまらない価格になっておりまして、私独立しようか。じゃあ逆に夜しか使わないよと、うん、昼間はちょっといろいろ打ち合わせとか行ってきて、はい、まあ、5時から9時ぐらいの間に、うん、しっぽり仕事したいよと。そうですね、一番集中できる時間なんで、ね、そうそうそう、結構ね、そうなってきちゃうと、はい、個人で12,600円、安いね。法人11,550円、安いね。さらにさらに、はい、いや何つけてくれるの。ジムは、ジム作業ってそんなにこう、なんていうんですか、はあ、そんな、あの1日集中して 2,3 時間ですよと。まあね、まあ、普段はこう、うん、なんかいろんなところで作業しに行ってますよ、はい、いう方はですね、はい、3時間パック会員、3時間パック、はい、要は1日3時間、ネットカフェにあるみたいな、そうそうそう、1日3時間までのやつが月12,600円、個人で、法人だと11,550円、いい、すごいですよね。それ別に今月はこれがっつり使うから月契約するけど、うん、また何ヶ月か後の契約とかでもいいわけです。どうなんでしょう、どうなんでしょう、それはどうなんでしょう、それはどうなんでしょう、なんかもうそれは自動的に毎月毎月で更新されていっちゃうのかな、その辺はどうなんでしょう運営の方いらっしゃればね、こちらにお越しいただければ、ね、参考にとってもお伺いしたいので、はい、もういいですよ、ビジネスマンさんとかこういうスペースあったらすごい便利だと思います、ね、これがですね、もう一つ便利な使い方があります。あ、お願いします。もう一つ便利な使い方があるんですよ。なんでございましょう。バーチャル会員、二次元なんでそこになるのうちら三次元やけど向こう二次元やでみたいな。いやいやいや、あね、バーチャルでしょ。デスクで仕事はしませんよと。どこでする、要は仕事は別でするんだけど、はあ、住所を自宅でやるの、自宅の住所は教えたくないよ。あるある、ありますよ、届け物とかね、いろいろ家族が受け取っちゃう場合もあるし、うんうんうん、そういう場合は郵便物保管だけしてくれる、はい、で受付も一応してくれる、あこちらで何々の業務に関しては受け付けております。何でしたっけ、支所箱みたいな感じ。あ、そう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 、支所箱って人気あって取れないじゃないですか。あ、そうなんですか。取れないですよ、なかなか。だってジャンプとかに送るのは支所箱だよ、うん、だからああいう大きいところは取れるんですけど、なんか転びそうになってますけど大丈夫ですかね美女だから言うっす、はい、そうそうそう、そういう支所箱の代わりに、うん、ここで郵便物保管してもらうっていうのもできる、超便利。そうそうそう、それだと11,500円で利用ができますよ。ちょっとお知り合いの方で自宅でお仕事されてらっしゃる方が、あの毎ほぼ毎日アマゾンから荷物が届くみたいなんですよ。でもあの佐川のお兄ちゃんの顔を覚えられちゃったみたいな、はいはいはい、でそれは仕事の資料の場合もあるし、はいはいはい、ガンプラの場合もあるとか、はいはい、そういう場合こう毎日毎日家族なり自分なりが受け取ったりするよりは、はいはい、まとめて置いといてもらった方が楽しいですね。そういうことです。ガンプラだから取りに行こうみたいなね、まあ、ガンプラ受け取ってくれるかどうかは分かりませんよそれは分かりませんが、はい、そういうことなんです。でもちろん会議室も、1時間会員で1,050円、うん、安い、安いですよね。会議数10名まで使える会議室ですから、はい、でセミナールームに至っては40名まで入れて、会員になると1時間2100円ですよ。ということはこうボーンとか
とかでするよりも安い。それ今どこ言おうとしました？まあ、それはあえて言いませんか。大人の事情だから。じゃあ、関係者の方がですね、今ビールを片手に浴衣でコテコテ歩いてらっしゃるんで、はい、ちょっとここで名前呼んだら来てくれるかな。アゴさん。あ、アゴさん、どっかで顔見たことあると思ったら、アゴさん、私初めてお会いするんですよ。アゴさん、ここの関係者はアゴさんでよろしいんでしょうか。システム、あ、じゃあどうぞ、ちょっとこちらの方にお越しくださいませ。浴衣の美女が登場するよ。浴衣美女登場です。あ、ビール置いてきたんですね。あ、置いてきたよ。どうぞどうぞ。置いてきてもよかったですかね。こんばんは。こんばんは、ワノミンでございます。さあ、もうワノミン TV ではおなじみ美女登場ということで。あ、ビール来ました。ありがとうございます。優しいですね。やっぱ美女には優しいんです。さあ、ということで、ひとまず乾杯ということで。はい、プレオープンおめでとうございます。おめでとうございます。これプレオープンのイベント中ってまだ言ってない？あ、言ってないですね。サプライスクエアのプレオープンのイベントということで、こう、なんていうんですね、ビールも飲めて、麦茶も飲めて、焼きそばもなんかこうちょっと辛い焼きうどんも食べれて、枝豆も食べれて、ポテトも食べれて、金魚すくいもできる。はい、そしてもうこれはもう終わっちゃいましたか。あ、いいな、そのタオル。まだ大丈夫。まだ大丈夫だそうです。先着何名、何百名かにこういうハンドタオル。あ、100名か。100名にハンドタオルも着れると、はい、いうようなイベントをしているということで、はい、で、夏祭りでそのね、駅前商店街、明日土曜夜市があるんですけど、さらりとぶち込みますが、よいしょ、土曜夜市があるんですけど、まあ、その前夜祭的な感じで、はい、なるほど、されてるということなんですが、はい、どうですか、その反応、参加された方の反応的には。まあ、そうですね、岡山って今までこういったコワーキングスペースっていうのがなかったので、はいはいはい、やっぱり皆さんこう新鮮にというか、まあ、珍しいものを見る感じでいただいて。なるほど。はい、まあ、興味を示していただけたかなと。はい、これは例えばその、はい、ここなんかは麦茶が登場しましたが、私ビールいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。しょっちゅう入ってるんですか。ありがとうございます。じゃあ、これです。まあ、ちょっとビールはとりあえず置いとくとして、こう、まあ、仕事をするスペースだけじゃなくて、はい、まあ、会議室、そしてセミナールームもあって、はい、ちょっと和室まである、はい、向こうにもありますよね、確か。そうですね、向こうはちょっと忍者屋敷という忍者屋敷謎の名前がついておりますが、みみが完全になんか見切れちゃってますが、あ、タオル敷いとくといいと思いますよ。タオルあるよ。まあいいや、その辺進めといてもらうのか。そういう和室の用途的にはどういうことを想定して作られているんですか。そうですね、まあ、最初はまあサムライスクエアという名前なので、なるほど、はい、という安易な考えだけではなく、やはりですね、ちょっと日本の伝統も、もちろん世界自然の方々と交流したいというのもあるんですけれども、日本の伝統も大事にしたいなというのも一つありまして、はい、ここで例えばお茶会とかですね、はいはいはい、お茶をさせたり、ここで、はいはい、だからロガキってあるんですね、はい、一応11月にもそういったイベントを予定しています。いいですね、はい、そうですか、はい、とかですね、はい、別に普通のもちろんお打ち合わせとか会議に使っていただいても結構ですので、はいはい、なるほど、ちょっと普段とは少し雰囲気がやっぱり変わりますよ ね、まあ、はい、ちょっとカメラの山口くんがいないんであれですけど、すいませんが、もう照明もね、すごく和風な感じで、はい、しかも受付がこうガラス張りで見えるという、はい、非常に刺激的な空間でございますが、そうですね、一応スライドを落としていただいたら、密室にも、密室、やばいですね、はい、密室の貸しスペースってなんかいい響きですね。いやらしいよ。いやいや、それで実質的な話になるんですけど、これ入会したい方っていうのはどうしたらいいですか。はい、そうですね、入会したい方は、はい、もちろん入会の意思を伝えいただいて、はい、じゃあやっぱりまあ、個人と法人でそれぞれ必要な書類がありますので、はい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 、一応書類の提出と、あと一応責任者の方で面談をさせていただいております。なるほどなるほど、はい、じゃあこちらに、まあ、お越しいただいて、はい、で記入していただいてという感じですね、はい、その時に、まあ、印鑑が必要だったら印鑑とか持ってきていただくという感じですね。で、先ほど質問が1個出ました、はい、そのいろんなこう会員のパックがあるじゃないですか、はい、で月契約っていうのは月ごとに変えられるのかどうか、例えば、はい、その今月はすごくこうちょっと駅前の方にたくさん来て、はい、
空き時間ができるんで、ここたくさん使いたいと、はい、だけどその次の月は、はい、まあ、3時間ぐらいしか駅前にいないので、はい、3時間パックに切り替えたり、はい、でその次の月はもうとりあえずなんかあんまりこっちの方には来ないので県外出張行くとか、そうそう、ドロップインだけ使いたいとか、うん、はい、そういうのができるんですね。そうですね、基本的に1ヶ月前には告知はしていただきたいので、事前に分かっていれば、あ、なるほど、はい、大丈夫ですが、切り替えるちゃんと、はい、急に明日から変えたいと思ってもですね、そりゃそうですね、事務手数料は危ないんで、はい、じゃあそういう、こう契約を切り替えたい方は1ヶ月前に告知をすれば、はい、そうですね、できるということですよ、はい、分かりましたか？分かりました。なんかね、やっぱりノマドワーカーさんですか、はい、でこうスケジュールがこう何ですか、たくさんの場合とちょっと落ち着いてる時と波があるかなと思うので、はいはい、その辺をちょっと心配してみました、私。ありがとうございます、はい、ということでサムライスクエアツイートも来ておりますので、素敵な浴衣とってもお似合いです。ありがとうございます。綺麗なピンク。そして焼きうどんを食べてるハッシュタグみゆみゆ、これは焼きそばでございます。そして、ね、美女来た、はい、あ、こちら今参加されてる方ですね、しんみょうさん、すぐ横でワノミン TV 見てます、不思議な感覚がで、バーチャルイコール二次元解釈ハッシュタグみゆみゆ、二次元かなと、ジャパネットワノミン値段設定言ってましたからね、さらにさらに、あ、ガチャガチャさん、どうもこんばんは、ワノミンです、ありがとうございます。ガジャガジャさん、ガジャガジャさんですね、はい、そして、ロが分からずごまかそうとするハッシュタグミミ、腹が減っているため食べながら MC するハッシュタグミミノマドワーカーイコールお酒を飲まない人と解釈ハッシュタグミミ、うん、飲んじゃうよノマドワーカーさんも、うん、はい、ということでございまして、はい、じゃあこれが、今プレオープン、今日がイベントということですが、はい、これがグランドオープンが10月1日です、ね、10月1日、はい、決まりました、10月1日ということで、はい、今日来られてですね、この体験会無料参加券、これを持ってくると何を体験させてもらえるでしょうか。はい、そうですね、このスペース、はい、今日やっぱり見ていただいただけじゃ分からないという方もいらっしゃいますし、はい、今放送ご覧の方はもちろんまだまだ映像の情報だけじゃ分からない部分もあると思いますので、はいはい、実際に1日ここで、うん、使ったらどうなるのかっていう、おー、あ、じゃあ1日自由に使ってくださいっていうことですね。ドロップインの体験会ということでございますので、はい、これ使おうかな、はい、どうかな、やっぱ実際来てみないと分かんない、そうですね、雰囲気だったり、いやいや、間取りだったり、どうもなんか知り合いの方がたくさんいらっしゃいます。今日はカメラをお持ちじゃない山下さんという今日カメラを持っていないと後悔してらっしゃいましたけどあ、そうなんですか、ね、いやいや、そんな感じでございまして、すごい知ってる人に会うんです。あごさんがこちらの責任者というフロアの、あ、フロアの責任者、はい、なんかもう侍さんがいらっしゃいますが、はい、もう真剣かしら、プレオープンということで土曜夜市の、まあ、前夜祭ということもございまして、皆さんワイの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 、男性の方はジンベイと女性陣、はい、皆さんも良かったですか。そうですね、まあ、全員ではないんですけど、はい、先ほどすごい刺激的な格好されてる方いらっしゃいましたよ、え、あのショートパンツでこう、あ、ネコットパンツでやったり、女性の方々ですね、一体どこに紛れ込んじゃったんだ。いや、今ちょうど金魚すくい、ボールすくいかな、ボールすくいと金魚すくい、あ、両方ですよね、だって太鼓ありますもんね、はい、一体何が何だかですけど、コワーキングスペースのサムライスクエアはプレオープンの祭りの、はい、今日は夏祭りなので、はい、特別にやるだけですね、はい、普段は太鼓はない、太鼓はございません浴衣もないですね、浴衣もない今日のみでもない、はい、ただその季節のイベントとかをしようと思ってますので、はい、季節に応じた格好を時々やはりしたいなと思っておりま、なるほど、クリスマスにはサンタさんですかね、わからないです、まだわからないので何とも言いませんが、はい、それはもう、それはもうまあいいやこれ以上言ったらマドミン TV じゃなくなってくるんでやめときます私は来るけどということで、じゃあ、こちらのフロア責任者でございます、アッコさんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。じゃあ早速私もちょっとビールなんかをいただいちゃっていいですかね。お酌しましょうか。いや、これで缶ごといっちゃいます。もらったんですよ、一応。いや、缶ごといっちゃいます、いいか、はい、大丈夫です。じゃあ、ワノミン TV 普段の放送ではあんまりしないんですけども、はい、今日はお祭りということで、今プッシュだね、こうスラッシュがプッシュ、いただきます。
じゃあ、入れるといいんじゃないか。あ、そうですね。はい、てか、乾杯さっきしました、ね。あ、しましたね。じゃあ、いただきます。はい、ちょっと、白状。白状。あの、情が薄いと書いて白状でございますけどね。おいしい。さっき水滴がボテボテボテという。吹かなきゃね。なんかね、あの、擬音語がいろいろおかしいよね。ぶどうがぶちゅうとかね、水滴がボテボテボテとかね。え、言わないですか？ボテボテ落ちてるって、すごい落ち方だよ。いや、ほんとだよ。ボテボテ。じゃない。ボテボテだよ。ボテボテを表現すると、もう本当に水たまりぐらいの。あね、ぶちゅうだってこう伝わるでしょ。さあ、そういうことでございまして、今日はサムライスクエアからお届けしておりますが、ね、そうですね。どうなんでしょうかね、これは、ね、あの、わ、あ、わのみんさん、ゆみゆみさん、こんばんはって。組みました。みゆみゆです、私。ちょっとあの、それぞれを逆にしていただいて、みゆが先の方が嬉しいね。こんばんは、いつもありがとうございます。これどうなんですかね、あの、はい、山口くんがこう来てくれるとですね、カメラが切り替えられて、会場の様子が見えるんですけども、ね、山口さん何をしてらっしゃるんでしょうか。まあ、忙しいかもしれませんね。ですね、はい、今日実はあの、ほら、何です、ワノミン TV のスタッフでおなじみの、はい、藤原さんとか、そうですね、の、いらっしゃいました。なんか日曜日から海外行かれるそうですよ。海外？海外ですよ。旅行。いや、違う、仕事で。バカンス、あ、え、仕事で。仕事で、海外行かれるそうです。山口くんも一緒にですよ。あ、そうなんですか。はい、それ護衛店じゃないです？どうなんでしょう。どうなんでしょう。そのあたり、じゃあ山口くんに聞いてみますか。はい。で、まあ一向に山口さんが、まあ、来るかどうか分かりませんからね。そうですね。来るかどうかは分かりませんから、ね。はい、分かりませんが、あの、あえてこの山口くんっていう呼びかけを聞いてても来ない可能性があります。それで、あの、もうスタッフを拒否ってるっていうことをおっしゃりたい。うん、そうですね。ね、はい。水滴ボテボテハッシュタグ。ちょっと言わなくていいんですよ。乾杯でございます。乾杯でございます。いただいております。ありがとうございます。で、今日はどうしましょう。はいはい、ちょっとざっとおさらいをしましょうか、ね。お皿？うん、こういうね、紙のお皿。今日は何でこう夏祭りかっていうとですね、その岡山駅前商店街で明日2時から。夜8時まで、はい、土曜夜市が岡山駅前商店街でございます。なるほど。それの前夜祭という意味も含めてこういった夜店とかね、うん、もしているそうですね、うん、金魚すくい、ボールすくい、あとこういったお料理がね、はい、出たりとか、唐揚げにポテトに、え、唐揚げもあるんですか。なんかね、マジっすか、チキンが出てましたよ。じゃあちょっとみゆみゆさん、はい、ちょっとゆみゆみさん、みゆみゆさん失礼しました。あ、大丈夫です。今さ、チキン取ってこいって言いたいんでしょ。そうまあ待ってるといいよ。一人で番組したいんだよ。言ってたら、はい、こう金子さんぐらいが唐揚げ取ってきてくれないかなと思ったりもしてるんですけど。あ、そうか、金子さんどっかお会いしたことあるべなと思って。そうや、そうや、めっちゃ久しぶり、ね、そういうこう放送を使ってちょっとしたこう、なんていうんですか、お願い事をして、優しさにつけ込もうかなっていう。これですね、鶏から屋さんの唐揚げですね。あ、それ美味しそうですね。お店こうな、あ、これ Facebook ページ流せたりするんですかね。 Facebook ページを流すってどういうことですか。 URL を、あ、 URL を、あ、サムライスクエアさんの Facebook ページはこちらって言って、あの、小さい数字とあの音符マークがついて聞いてますよ。スクエア、これイベントじゃなくてですか。あ、でも多分ね、ページをシェアしていただけると、これ今私の携帯ですけれども、まあいいや、こういう感じでフェイスブックページが、あ、これだ、はいはいはい、運営されてまして、これまだオリジナルの URL 取られてないですね。そうですね、 URL 取りましょうね。取りましょうね、さあ、これ短縮 URL にこう切り替えていきますよ。短縮 URL はですね、ビットリーの短縮 URL を使うと、はい、Facebook のアドレスだなっていうことが分かるんで、これを使わせていただきます。何だったかな、何か、あ、金子さん多分鳥から聞いてないですね。なるほど、聞いてないですね。焼きそば美味しいです。サムライ、めっちゃ美味しい。末広さんがツイキャスを始められましたね。あららら、サムライ、もう今日こんな自由な感じで大丈夫なんですかね、私。うん、うん、美味しさも伝えない、食レポ任せてください。私言いましたね、この間、うん、ブドウを食べにロケに行ってきたんです。はい、うん、で、果汁がブチューとか言っちゃってるんですね。それで、ガチャガチャさん、どうも、ワノミーナに乾杯といただいておりますが、ワノミーナはですね、一つよろしくお願いします。はい、人気者ですね、ワノミーナさん。どうだなんでしょう、私ちょっとお会いしたことが、ね、私もないんですね。
美味しいです。麦茶、あ、違う、ウーロン茶。ページはい、の Facebook ページをご覧いただくと今日のイベントの様子であるとか、またあのこちらサムライスクエアさんの店舗の様子ですとかが流れておりますので、はい、ぜひぜひチェックしていただいて、浴衣ビジョンの写真も流れてますよ。そうです、はい、そうですよ、すごいですよね。もう男なんてっていうね、こっから見るとだってもうあれですよ、あの、はい、ジンベエとかのイケメンさんがずらっと並びですね。その合間を縫ってこう浴衣ビジョンが並びですね。はい、どういうことですかこれ。浴衣もすごい色とりどりで、色とりどりで、ね、皆さんにやってて、はい、私も浴衣で来ればこうちょっと彼氏の1人や2人や3人、さあそういうことですね。サムライスクエアであなたの夢を実現ということで、はい、統計によると、ね、シリコンバレーにあるベンチャー企業の 52% が移民が設立したもの、ものだそうです。ああ、だこの辺はまあ、あのさっと読みましょう。要はサムライスクエアの目指すべき姿っていうのはシリコンバレーと同じような感じで、プロジェクトが立ち上がったら、まあ、プロジェクトごとに企業が、一企業があってもいいんじゃないかと。ああ、なるほど。いうような感じで、こうその企業たちが集まって、はい、コワーキングスペースで縁があって、あ、さらに広がっていく。そう、はい、それがこうプロジェクトとしてこの中で、お、すごい、なんかすごいプロシャツが出てきましたよ。欲しい。いや、欲しいって言ったら、おっと、着てみてください。着てみてください。じゃあ着替えてきてください。はい、ちょっとじゃあ、いいですか、先にお見せして。これメンズはないんですか。メンズ、探してみます。ちょっと、アフソ的になってて。あと、すいません、あの、カラーリアも残ってないですか。半月。ちょっと何、いやいや、いいっす。はい、今ちょっと手渡されたんですけど、これ、はい、このシャツでございます。これをですね、今からミミが生着替えということで、そこ閉めたらもうあの見ませんので。いやいや、君中に一部屋に一部屋みたいな。いやここにカメラ前でね。あ、ちゃんかちゃんかちゃんか。さあ、そういうわけでございまして、あ、キュービーさんどうもこんばんは、のみんです。あ、メルさんが、あ、ハッシュタグミミさんもいろいろと。食欲は、ハッシュタグはつかないんですよ。食欲は無限大らしい、ハッシュタグミミ。こっちか。そして、ワノミーナ、ワノメイドとたくさんのキャラを持つ小橋氏。いや、持ってませんよ、持ってませんよ。はい、あ、カズオさん、おいしく召し上がれということで、食事のために離脱しますということでございます。はい、こっちもおいしいです。じゃあね、あの、みゆみゆさんには、はい、あ、ごめんなさい、失礼しました。ハッシュタグみゆみゆさんには、全然失礼じゃないです。むしろ後半の方が失礼です。はい。一旦ここで席を外していただきまして、はい、着替えをしてきていただきたいと思います。はい、すいません、では行ってきます。はい、お願いします。さあ、というわけでございましてですね、じゃあ山口さんちょっと入ってきてもらっていいですか。さあ、そんな感じで、じゃあみみゆさんがですね、あの着替えてる間に、さあ、じゃあカメラをちょっとあの会場の方に振っていただけると。じゃあ今どういう様子になってるかと言いますと、カメラのね、山口さんがやってまいりましたので、ずい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 っとこうずい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 っと移動しまして、こうずい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 っと行きますとですね、そんな感じです。今このジンベエのイケメンたちと、そして浴衣美女たちがこの受付ですね、ここが入り口になります。そして右手に入り口から入って右手、画面の方で行くと、奥に行きますと、和太鼓があるあたりですね。あのあたりに少しデスクがありまして、左奥には、スモーキングエリアと、あの横にあるのは何ですか？スモーキングエリアの。スモーキングエリアの横にある。あ、電話ブースがある。そしてそこからさらにですね、ぐるーっとカメラを回していただきますと、あ、今チラリと見えてるのがあのそのシャープのですね、電子ホワイトボードですね。今ちょうどあのピースをされてる方が、あれしますが、今画面が映ってるのがそうです。電子ホワイトボードがありまして、でそこからズイ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 と動いていただきますと、徐々にこんな感じですね。ここに、デスクがあって、皆さん談笑されておりますが、こんな感じで。デスクがあってパソコンを自由に持ち込んでですね、仕事ができるようになっております。はい、会場の様子は今こんな感じでございますね。さまざまな方が今、談笑している感じでございます。なんかね、あのちょいちょいこう受付の、浴衣美人がこちらの方をチラッチラッて見てるのが気にされてるのがちょっと気になりますが、はい、
ということで、今ね、ここの、あ、ちょっとストップ、ここにこういう照明があったりして、こちらも和風でね、ここがお茶室だっていう感じにいたしますが、じゃあ戻していただきまして。もうちょっと、はい、そんぐらいでお願いします。ありがとうございます。山口さん、よかったら、いいですか？カメラの方はちょっと照れしょうということでございますが、気のせいです、浴衣美人の皆さん。多分その通りだと思います。気のせいだと思います。はい。いやね、本当にこちらのスペース、こう、なんて言うんですかね、綺麗。だから、こう、一人で家でこう仕事をしているよりも、よりこう、いろんなこう刺激を受けて、アイデアが出やすかったりとか、そういうのがあるんじゃないかなと思うわけでございます。で、こちらの会社さんはですね、何をされてるかというと、いろんなことされてるんですけど、こういうのもされてます。キャリーパミューパミューね、ドラえもんっぽく言うと、キャリーパミューパミューって言いやすいっていうね。はい。そういう感じでございますが。あ、はいはい。お、なんかキャリーパミューパミュー関連の方でしょうか？どうぞどうぞ。あ、どうぞ。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、はい、あ、皆さんこんにちは。はい、あ、こちらの番組はこんばんはのみんでお願いします。あ、こんばんはは、はい。コアの大中と申します。はい、今回ですね、はい、9月の17日、岡山の、14大学の、力を結集してですね、はい、合同学祭ということで、なんと、今回のサプライズゲストとしてキャリーパムラブ、呼ぶことになりました。はい、素晴らしい。で、ですね、内容についてはトーク、それと、曲ですね、この2本立てで、ちょっと1時間ほど、キャリーパムラブさんに、出演していただくと。ほうほうほう。その他もですね、学園祭の方で大学からですね、はい、ダンスとか、はい、踊りであったりとか、はい、歌であったりとか、はい、こういったものを盛りだくさんですね、用意しておりますので、ぜひですね、はい、こちらの9月の17日、岡山市民会館で行いますので、はい、どうぞ、はい、こちらの方にご参加ください。はい、チケットは3800円ということで、はい、大学生以下は2800円。はい。で、これちょっと気になるのがですね、第1部大学サークル大集合。はい、で、第3部がキャリーパミュパミュライブ。はいはい、第4部フィナーレになってますが、はい、第2部にサプライズゲスト出演。そうですね、よく続いてます。どなたがまだ言えない。そうですね、まだこちらについては公開がちょっとできないと。おお、できない状態でも、皆様の知る方がもしかしたら来てもしかしたら来るかなというところでございます。なるほど、はい、ちなみに私もチケットゲットしておりますので。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ゲットしておりますので、はい、私の分も抱き合わせて、はい、あれ1枚もしかしたら余ってるかもしれないですよ。余ってる、余ってるかもしれないです。あ、ストックがあるから。じゃあ何の話？さあ、ということでございまして、しかも MC は赤スーツで赤ジャケットでおなじみの相田翔子さん、はい、翔子さん、そして美女 の、 歌い手さんとしても有名な三宅直子さん、はい、ということでございます。これは豪華ゲストで。これは、チケット欲しい方は、はい、ローソン、ローソンチケットとか、はいはいはい、はい、チケットピア、はいはい、こちらのですね、はい、ローソンにチケットの券売機があると思いますので、こちらのご購入でお願いいたします。なんで検索して、岡山合同学園祭で検索したら出てきますかね。はい、そうですね、岡山合同学園祭で出てきますので、もちろん、もしくはローソンチケットローソンチケット、はい、検索したら出てきますので、こちらをご参考お願いいたします。はい、ということで、キャリーパミュパミュのライブもある、はい、岡山合同学園祭2012、はい、一団結の告知でお越しいただきました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いや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 、キャリーパミパミュ、生キャリーパミパミュ、僕初めて見ます。9月の17日ね、ぜひこちらの方もお越しいただきたいと思います。駅に着いたので一旦離脱します。鈴木は帰ってからということで、メルさんお疲れ様でございます。今帰るんですかね。はい、さあ、ミーミーさんが着替えてまいりました。はい、ただいま、ちょっと頭まで吹っ飛ばしてしまいました。さあ、来ましたよ。これは何ですか？はい、コスプレ違うな、これ、後ろ見せた方がいいです。ほう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 。あ、でも寄ってもらえないからあれか。
まあ、サムライスクエア、これですね、サムライスクエア、はい、プリントされてるこの写でございます、はい、もうずっとお尻向けてもいいですよ。あ、そう、ちょっと待ってでもお尻向けるからさ、やっぱりみんなはあの顔の方がいいと思う。で、置いてあったんで勝手にかぶっちゃったんですけど、あ、こっちか、あ、かぶっていただいてもいいですよ。こっちか、ここにも、はい、ありますね、サムライスクエアさんのロゴが入っております。何の衣装なんでしょうね。あ、もしかしたら受付さんこんな格好して受付されてるかもしれない。なんかテニスする格好みたいな感じがしますが、やっぱゴルフでしょ。あ、ゴルフですか、テニスじゃなくて相撲でしょ。さあ、というわけでございましてですね、どんな格好なんですかこれ。ポロシャツのですね、ボタンをですね、一番上まで止めてる人は初めて見ましたけども。止めないの、だって学校で怒られたよ、上まで止めないと。まあ、まあ、うん、まあ、そうですね。あ、そっか、なるほど、ね、1個、あ、緩やかな感じで、あ、ちょっとラフさ加減をね。まあいいですよ。私でもピリッとして真面目なタイプだから、やっぱりさあ、どこの清掃員の方ですかっていうかっこ、着る人次第っていうね、素晴らしい言葉をいただきました。なるほど、それ褒めてるんだよね、きっとね。こう、周りを綺麗にしてくれそうっていう、ちょっと私もちょっといただいていいですか。みゆみさん、ちょっと喋ってください。そう、私が散々さっき喋ってた間に私が食べてたのが許せなかったからですか。はい、ですね、ちょっとおさらいをしましょうかですね。今日はあの岡山駅から徒歩3分の好立地にございます、岡山の、岡山の新興ビルさんの5階にありますサムライスクエアさんの、オープニング、プレオープンのイベントに来ております。今日はですね、4時から体験会、そして、6時から現在行われておりますお祭りということで、たくさんスタッフの方は浴衣もしくはジンベエで来られておりまして、なんか何があるかというとですね、金魚すくいとかボールすくいとか、あと今、まあ、あの残骸ですけれども、こうしたご飯が、鶏の唐揚げとか、これ枝豆ですね、枝豆と、私がさっき食べてたのが焼きそばと、なんかいろんな美味しい食べ物も並んでおりまして、たくさんの方で賑わっております。美味しかったですか。美味しいですよ、ちょっとピリ辛です。あ、ほんとね、ちょっと、あ、そうか、あれですけど、本当に残骸なんで、あんまり綺麗ではないですよね、うん、辛そうだね、ちょっと私にはもしかしたら舌が痛くなる、うん、ちょっとこんな、あ、辛いの苦手ですか。苦手です。おー、甘いのがいいです、やっぱり。さあ、そういうことでございますですねあの、こちらの MC のミミューさんはですね、なんとチーズが食べれないのにマクドナルドに行くと必ずチーズを入れられてしまうという得意な体質の持ち主。本当に不思議ですね、あれね。チーズ抜いてくださいっていうのに別種類のチーズが入ってて、あ、これも抜いてくださいって言ったら元のもう一個のチーズが今度は入ってきたっていうね。その時あの注文をわざわざ買いに行ってくださったのがこちらのお兄さん。本当に買いに行ってくださった。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。無理言いました。さっき申し上げました鶏の唐揚げがやってまいりました。唐揚げがやってまいりましたよ。あんまり傾けるとちょっと転びそうで、はい、じゃあちょっと、はい、預かりましょう。はい、はい、すいません、はい、こちらを準備されてるのが鶏から屋さん、鶏から屋さんでございます。はい、なんて読むの。え、何がですか。文庫屋さんの文家さん、なんか、のれん分けみたいなことをされたんでしょうかね。でしょうかね、から揚げ専門店鶏から屋さん。はい、めっちゃいい匂いですね。これも多分こちらの駅前商店街の明日の土曜夜市でも、はい、出店されるのではないでしょうか。美味しそう。これちょっといただきましょうか、本当に。え、私も食べてもいい。もちろんですよ。ちょっと頭、私頭が。その代わり、あの、食べてる時に喋っちゃダメなんで、はい、片方ずつ。そして自分が先に食べる手じゃないですか。手、手ってなの？よくわかるんですけど。あ、ちなみに今日、あの、サムライスクエアさんのポロシャツを着させていただいておりますですよ。こんな、あの、モデルもするようになっちゃったみやみや。超味わっちゃってる。はい、美味しい。ぜひどうぞ。あ、ありがとうございます。これは美味しいですよ。解禁みゆみゆ。いや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 、どうしよう。何屋さんでしたっけ。鶏から屋さん。鶏から屋さん。これ1個がこんなに大きいよ。から揚げさん。ツイッターもされてるそうですよ。超大きいよ。フォローよろしくお願いしますって。ツイッターしてるんだ。はい。ぜひフォローさせていただきたい。鶏から屋さん。ぜひフォローさせていただきたいと思います。ね、キャラクターも非常に可愛いございます。呼んだ？なんで？あ、タカさんどうもこんばんは、のみです。そしてキュービンさんからうまそうという声が。おいしいよ。あの、新幹線何でしたっけ、在来乗っていただければもうすぐ、あ、まあその頃には多分もうないですよね。おいしい。おいしいですねこれね、うん、なんだろう、多分秘伝っていうか、その独特な漬けだれをちゃんと作ってらっしゃるんでしょうか。風味がすごい
ま、はい、あ、でも私英語ダメですよ。英語ダメですよ、でもどうぞどうぞ。あ、でも日本人さんだ。ん、国際スタッフ、これから、国際スタッフさんがインされますので、ちょっとなんか浴衣美女がさらに入られるということで、どうもニーハオ。あ、ニーハオの方です。ニーハオは中国語ですか。どうぞどうぞ。ごめん、詳しそう。日本語大丈夫ですか。あんまりダメ、あんまりダメだ、はい、どうするんだいどうしましょうかね。どうするんだい。自己紹介ができますか。あ、わからない。英語は少しできますか。イングリッシュ。じゃあ日本語で。いや、できるんじゃねえか。できんじゃねえか。見えたか。わーわーわー。はい、あ、ビジュアイお願いします。はい、こんにちは。今回サムライスクエアのスタッフとしてチョウハンと申します。よろしく、チョウハンさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこんばんは。こんばんは。私も、サムライスクエアの、サムライスクエアのチームとしては、はい、ソンズイと申します。よろしくお願いします。ソンさん、ソンさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お二人は、こちらのスタッフという感じ。はい、なるほど。実際、あ、どういうことをスタッフとして仕事をされるんですか。そうですね、今のところは、受付だったりとか、はい、接客的に業務をさせていただきます、はい、会議室こちらですよとか、はい、和室こちらですよみたいな、なんか外でなんかこんなことしてますがあ、僕も見切れてるんですね、これね、今ね、美女2人が、まあ、メインが、ね、メインが、はい、出てるような感じでございますが、はい、そも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 なぜ日本に来られたのかっていうところから聞いてもいいですか。はい、はい、緊張されてますよね、お二人ともね。はい、全然大丈夫です。大丈夫です。今まだ11人しかご覧になってないんですし、はい、あの、まあまあまあ、11人しかっていうとすごく11人って多いんですけども、もはい、あ、カンペが出てますよ。あ、中国語で中国の人に呼びかけてと。岡山のサムライスクエアに来たらたくさんの日本に出会います、日本人に出会いますということで、じゃあちょっと PR を中国語で。はい、はい、大家好本次作为港山サムライスクエア写字台写字室的一个环节我们作为中国的工作人员来参加本次活动，希望大家来日本可以能来到港山这里。素晴らしい。その通り、その通り。その通り。これ、加藤さんがいたらなんとか。ああ、そうですね。あの、少し中国語を喋れる方が知り合いにいらっしゃるんですけど。はい。じゃあちょっと同じように。中国へ向けて PR を。PR を。この。大家晚上好。冈山是一个非常晴朗的国家，也没有什么降雨量，所以它被称为晴天之国，也非常的适合在这里生活和读书、留学和旅游。当然，冈山也有很多有名的观光地，也有很多美食，所以请中国的朋友们一定来冈山这里旅游，欢迎冈山，欢迎你们，谢谢。谢谢。谢谢。ありがとうございます。これあれですよね、私たちは中国語は理解しないので、まあ、全然違うことを喋ってても何とも言いようがないんですけど、そうですね、ね、まあ、ただこちらの PR を今中国語で、はい、中国に向けてしていただいたということで、はい、一応全世界見れますからね。そうですね、これ録画がちゃんと残りますね、アーカイブとして、ずっと残ってて、もしかしたらお二人の PR を見て中国の方がこちらに、はい、来られるかもしれないということで、ガチャガチャさんからニーハオって来ております。おぉニーハオ。これ読めますか、これ中文很好。なんて書いてあるんですか。中国語上手ですね。いや、それは日本人に向かって日本語上手いですね。あ、一緒ですね。
私のこと、まあ、あんまり上手ではないですけどね、日本語ちょっと失礼堪能です、日本語堪能です、はい。ど、先ほどちょっと質問に戻りますが、そもそもお二人はなぜこう日本に来ようと、ね、じゃあ、はい、そうですね、はい、一応日本、中国の大学の時は日本語を勉強してて、中国の大学と日本の岡山の、はい、商科大学という関係があって、3年の時は研究生として商科大学に編入させていただきました。じゃ、もう大学は卒業された。そうですね、大学を卒業してて、今 B2B でこちらで働きます。はい、はい、はい、私は、高校生の時から日本語を勉強しようと思って、ちょうどそのいとこお姉さん、はい、日本に来られて、でその地元のその時間はその日本の岡山と横都市になってるので、ほう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 、でそのもういろんな機会で聞いて、岡山に来られました。あ、来られました、ありがとうございます。嬉しいですね、ね、そんな若い頃から日本に親しんでくださってです、ね、すごく嬉しいですね、ありがとうございます。聞いてますか、日本の皆さん、タカさんが後輩ですかということは、商科大学の先輩が商科大学先輩なんですか、ね、多分ね、商科大学先輩かなと思います。あ、先輩、私は違いますまだ中国語で入っておりますが、これはなんとハッピーバースデー、ハッピーバースデー、はい、生日快乐、あ、お誕生日おめでとう。 お誕生日なんですか。私、 お誕生日おめでとう、明日、おめでとうございます、ありがとうございます。素晴らしいですね、ついでに私も祝ってもらったな。さあ、そういうわけでございましてですねひどいんです、この人。いや、ひどくはないですよ、この人だけ扱いをちょっと、ね、下げてるっていう感じでございますが、いや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 、さあ、こんな夕方美女にもわざわざ中国からお越しくださったというのもおかしな話ですけど、そうですね、はい、でも今はこちらのスタッフさんということで、ね、はい、今後とも一つよろしくお願いします。ありがとうございました。こんな美人に受付してもらったら来るよね。来ますね、はい、はい、もう男なんて言ってね、はい、ありがとうございまして、はい、ね、向こうの美女にご紹介いただきました。ぜひ中国からも、はい、ぜひ岡山県に、はい、来られたらこちらをお使いくださいませ、はい、岡山空港から上海便ってまだあるんでしたっけ。ありますよね、毎日あります、ぜひお越しいただきたいと思います。岡山県、はい、よろしくお願いします。うわ、ありがとうございました。素晴らしい、サンライズ、欢迎你们、欢迎你们、また中国教えてください、お願いします。はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。ありがとうございました。どうなんでしょうね、その中国って浴衣の文化はあるんですよね。なくないですか。だってあれはもうお着物っていうことは、だって日本の伝統芸能じゃなくて、何、日本の芸能じゃないと思います。伝統工芸、伝衣装、伝統衣装、あれ日本、何でしたっけ、ほら、チマチョゴリ、あとさ、ほら伝統文化、その国の衣装って何でしたっけ、ほらあれだよ、もうあれあれ、キュービンさんがいろんな人と出会い、いろんな意見を気軽にもらえて交流を深められる、そのようなスペースなわけですね。そういうことです、そういうことです、はい、すごいんですよ、今ね、ちょっと着替え外に出させていただいたんですけど、はい、もうその時もすごい名刺交換、あっちこっちでされてる声が聞こえて、いや、何されてるんですか、飯いいですかって言って、もうすでに交流が活発でございます。なるほど、はい、はい、びっくり、タカさんから伝統衣装と言いたいのかいと。伝統衣装、民族衣装、あ、それ、はい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 、民族衣装です、浴衣、あ、キュービンさんから民族衣装入ってます。もう、民、もう、もう、もう、そうそう、民族衣装、和の民族衣装みたいな、おっさんが、いるところでございますが、さあ、あと5分ぐらいで配信もそろそろ終わるかなというところでございますが、はい、いかがでしょうかね。どうでした、みゆみゆさん。唐揚げ美味しいです。そこだけですか私もちょっといただきます。私に振る前に、あ、今食べてるなっていうところを、本当ですね、本当に
あ、民族衣装がいっぱい並びました。どうもすみません。民族衣装ですね。中国にも浴衣はあるのかなという話の流れでこのツイート数すごいね、和のメニューはね。何の話かちょっとわかりませんが今日の感想ですね。ちょっとハオリング気味に聞こえるということで、あ、外の音が大きすぎるんでしょうかね。あ、そう、あと5分だけちょっと我慢をしていただけると非常にありがたい感じですかね。そうですね、あと5分であれば、はい、もうちょうど1時間半90分放送。え、1時間ですよ。60分からスタートでしたから。あ、そうか、ごめんなさい、算数今できました。はい、ということでございましてですね、はい、いや本当に いかがでしたこのスペース。ですね、はい、実は某ユーストリーム番組の放送を以前こちらのスペースでされてたり、はいはい、あとミーティングを、ね、使わせていただいてたので、うん、実は久しぶりに来たわけなんですけれども、はい、なんかこう今日の雰囲気がとても賑やかなので、うん、まず親しみやすかった。なるほどなるほど、うん、入ってきやすかったですし、あともうすでに目に見えて手に取るようにこうもうすでに交流が起きていたのが分かったので、はいはいはい、なるほどこれはビジネスチャンスが溢れている場所だと。なるほど、うん、思いまして、はい、いろんな多用途に使えるじゃないですか。ここはお茶してもいいですし、そうですよ、ブラインド閉めちゃったらちょっと机で疲れたから寝ちゃいたいみたいなこと一人でここ占領しちゃうのはどうかと思いますけどね。雑魚ね、雑魚ね、これまあいいです、まあまあまあね、うん、でクーラーの効きがとってもいいので、はい、私は住みたいぐらいでいいぐらいで住みたい、はい、ぜひマスター会員になっていただきます。あ、そうですね、料金もうちょっといい、はい、じゃあもう一回おさらいしておきましょうか。はい、岡山駅を降りていただきましてですね、東口方面に出ていただきます。はい、中央改札出ていただくと左方面ですね、ビッグカメラとかがあるところ。あ、そうです、はい、そうです。で、ビッグカメラの脇のところをずいずいずいって入って、桃太郎通りという大きな通りがございますので、そちらを東の方にずいずいずいっと行っていただきますと、左手にサークル系ございます。サークル系じゃない、サンクスがございます。そうですね、すぐそこですね。サンクスの角を左に曲がりまして、すぐ右手に、新興ビルの入り口ございます。はい、1階は瑞穂銀行。はい、ね、そこから、入り口入っていただきまして、5階に登っていただきますと、もうエレベーター降りたらすぐサムライスクエアの、このロゴが出ておりますので、そちらの方に目の前で、はいはい、お越しいただくという感じでございます。はい、で、利用料金ですが、まず、普通に一般として使われる方は、ドロップインとか、いろいろありますが、はい、一般に使うこともできますし、はい、入会金1万500円を払えば、会員としても使うことができます。はい、なるほど、なるほど。はい、で、料金表を、読み上げておきますよ。はい、お願いします。利用可能時間が夜9時から、夜9時からじゃない、朝9時から夜9時。そして、土曜日は9時から18時、日曜お休みの、はい、もうフルに要は使える。うん、そうですね。で、郵便物も保管してもらえるし、嬉しい、ベッド1575円を払えば貸しロッカーも貸してもらえる。ベッド？ベッド。ああ、別にってことか。そういうことでございます。ベッド100円。そんなことばっかり考えてるからですね。いや、わからない、はい、そういったマスター会員の方は、法人が 26,250 円、うん、そして、うん、個人が 27,000 円、はい、825円ということです。すでに、Facebook ページの方は先ほどツイートした通りでございますので、はい、バンドミン TV でハッシュタグを探していただきますと、はい、Facebook ページの URL が出てまいりますので、はい、どうぞどうぞご覧くださいませ、はい、そして、日中だけでいいよと、はい、月曜日から土曜日の9時から、夕方5時まででいいんだよと、夕方5時まで、はい、はい、という方は、デイ会員として法人2万1000円月、はい、個人は2万2050円、はい、で、3時間ぐらいでいいんだよ、まあ、毎日ぐらいこっちの辺来るけど3時間ぐらいしかいないよと、うん、そんなガッツリはちょっとあちこちも出かけるしと、はい、はい、ということで営業時間内で1日3時間まで使える3時間パック会員の方は、はい、法人で1万1550円、はい、個人で1万2600円、はい、そしてもう、平日だけでいいんだよ、しかも夜だけでいいんだよ、夜だけでいいんだよ、5時9時5時9時、はい、9時月曜日から金曜日の夕方5時から夜9時まででいいんだよという方はですね、はい、法人が 11,550 円、はい、個人が 12,600 円、はい、そして、先ほども言いました、はい、もうフラット着て使いたいよ、うん、なるほど、そういう気軽な感覚で、そうですね、はい、1日計算です、うん、会員の方、入会金に払ってる会員の方は1日1050円、安いな、安い、はい、で、もう全然ネットが見たんだ、一般の方でも1日2000円、はい、
ね、安いですね。そして住所だけ利用したいよと、要は郵便物扱ってほしいよと、はい、いう方は、法人の方が1万500円、個人の方は1万1550円、はい、そして、セミナールームが、一般の方2625円、1時間ごと、はい、会員の方が1時間2100円で、会議室が、一般の方1575円、1時間ごと、はい、会員の方が1時間1050円。なるほどなるほど。あ、和室は別途料金がかかるんですね。和室は、1時間1050円一般の方。あ、なるほど。そして1時間735円会員の方。おそしてそしてさらにワノミン TV やファンマン岡山 Tips というですね、岡山のユーストリーム配信をしておりま す, ります、ユーストリームスタジオ、はい、こちらカフェのカシェットクラブモバイルの中にございます。そうですね、こちらと、はい、連携をされてますね。なんとこちらの会員になっていただくと、このスタジオが3時間無料利用可能。やったー、ね、わーそれは嬉しいですね。通常1時間2100円のところが3時間無料、うん、ありがとうございます。ちょっと。ということでございます。ね。はい。これはもっと番組頑張れ言うことじゃないですか、和田先生。ね。ね。ね。うわ、すいません、監修。というわけでございましてですね、はい、岡山駅前の高立にございます、コワーキングスペース、ね、サムライスクエアから、本日、はい、ワノミン TV をお届けしておりますが、ありがとうございます。ほぼ利用しやすい料金も用意されてるとか、そうなんですよ、いただいております。はい。ね。料金も良心的ですし、立地もいいですし、はい、使い勝手いいですし、はい、もうぜひぜひ行ってみてください。ぜひぜひ使っていただきたいと思います。はい。岡山の楽しい人や楽しいお店、楽しい情報をゆるゆるとお届けする番組、ワノミン TV。はい、本日は、やったーの声が偉いこと山びこってました。あ、本当ですか？ごめんなさい。ちょっと喜びが、素直すぎた。なるほど、なるほど。ちょっと音声はですね、これはパソコンの音声を使っちゃってますんで、いろいろと外の音を拾いかねない。この子がっていうことですか？はい、あ、そうなの。会場の外の音をね、ちょっとごめんなさい、音声的にはあまりいい環境でなかったかもしれませんが失礼いたしました。はい、でもにぎわいももしかしたら入ってるかもしれないですね。そうですね。ね、はい。ね、いいですよ。というわけで、はい、今日はちなみにこれ何時までありましたっけ？今日は夜8時までと伺っております。はい、まだじゃあもうちょっと食べ物目当てに、浴衣美女目当てに、はい、そしてここのスペースを見学して、そうですね。自分のビジネスにつなげると、はいはいはい、はい、つけ込むんじゃありませんね、はい、つなげるというチャンスで、あと30分だね、じゃあ、はい、そうですね、はい、ちなみに和夫さんがうさみみ、ハッシュタグみゆみゆ、あ、これ今日はちょっとうさみみじゃないんですよ、はい、あ、はい、ただの、いや、いい感じじゃねということでありがとうございます。これがサムライスクエアさんのロゴでございます、はい、こんばんは、某会場から参加していますということで、今日は Facebook の勉強会だ何かが、はい、そうですね、クルバリさんで、ね、はい、されておりますので、こちらからですね、ありがとうございます。さあ、目の前の方は、焼酎のハイボールを飲まれてる、感じでございますが、はい、ということでね、そろそろ、番組も終わりになってきました。そうですね、ちょうど1時間お送りしまして、はい、ありがとうございました。どうしても今から出たいよと、あ、どうしても出たいよと、ね、特に人弁のイケメンさんとか私大歓迎なんやけど、ね、浴衣美女はもう出られましたんで、そうですね、いや、どうしてもちょっとワノミン TV 出たいよと言われる方はこちらの方に、はい、ぜひぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。ということは、ちょっ と, ということはスペシャルなゲストな感じですね。スペースを少し空けまして、そうですね、もう待っておりますので、はい、はい、大丈夫です、お願いいたしますですよ。人名のイケメンが、今準備をしております。めちゃくちゃかっこいいんだもん、どうしたらいい。背も高いですよ、ワッフォー。さあ、結婚されてるかどうか確認しましょうね。うん、まあ、もう分かってますよ、結果は。あ、なるほどね。期待すると涙を飲むから。さあ、来られましたよ。こんばんは。どうぞどうぞ。なんと、声もいいというね。はい、あ、どうぞ。あ、上から上からありがとうございます。こんばんは。こんばんは。じゃあ、自己紹介をちょっとお願いします。はい、今日ですね、再三皆さん目にしていただいていると思います、はい、こちらのサムライスクエアのですね、はいはい、運営を担当しております、武蔵キャピタルの矢野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はですね、はい、もう予想をはるかに上回りまして、はい、150名弱ぐらいのですね、お客様がすごい、はい、来ていただいてですね、はい、だって人いっぱいだもん、はい、まだ残ってくださってる方がたくさんいるんですけど、今日は、ね、来
ていただいて本当にありがとうございます。お二人もです、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いつも急で本当にいや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 そこ今言いますか。いや大丈夫ですよ。はい、ドアが軽くね、はい、いや本当にですね、あの今回ですね、まあ、はい、まあ、今日、はい、すいません、足を引っ張ってください。今回ですね、8月、今日24日の、はい、プレイオープンという形で、はい、10月の1日に、はい、グランドオープンという形でですね、はいはい、オープンしようと、はいはい、思ってますんですけど、はい、まあ、2回に分けさせていただいたのが、あの我々がこう運営のルールだったりとか、思いとかっていうのをたくさんいろいろ詰め込んではいるんですけれども、まあ、このサムライスクエアっていうのはその自分たちの運営側の思いだけじゃなくてご利用いただく皆さんのこう、利便性だったりとかこういう風にしたらいいよっていうアイデアをですねたくさん盛り込みたくて、1ヶ月間ほどのこう構築期間っていうのを持たせていただいてですね、よりいい形で、グランドオープンというかオープンをできればいいなと思ってですね、今回このような形でさせていただいてます。はい、確かに使う人によっては100人が100通りの使い方ができそうですよね。あの、そうだと思います、はい、どうなんですかね、そのプレオープン、今日のプレオープンから、はい、そのグランドオープンまでっていうのはどういうことをされてるんですか。ですね、実際にもうあの契約をして、こちらの中を利用されたりとか方々は何人かいらっしゃってですね、その方には普通に、はい、ありがとうございます、もう解放されてると、はい、使っていただいて、例えばですね、今日具体的にあのご指摘いただいた点なんかも申しますと、はい、あのロッカーに番号が振ってないので、あ、何番に自分が入れたかわからない、なるほど、確かにそうだ、確かに、はい、そういったことだったりとかですね、はい、そういったことをあのご指摘いただいて我々が気づいていてですね、改善していって、はい、あのより良い形を作っていければなというふうに、なるほど、はい、なるほど、思ってます。楽しみにしたいと思います。じゃあその頃はちょっと飛び込みのドロップインっていうのは使えないかも、はい、10月1日まで使える、あの全然使っていただいて、はい、そっか、はい、ということでございます、はい、助かります。で今回ですね、はい、この今日のプレイイベントに参加していただいた方々には、はい、封筒をお渡ししてるんですけども、その中に、はい、ですね、封筒を渡してるんですね。封筒、今日まなみさんにはあの資料だけしかお渡ししてないです、あの封筒渡して、はい、その中にですね、あの5回、5日間無料券を入れてますので、5回はあのご利用いただけますので、はい、実際に使っていただいてですね、はい、その、はい、あのどこがどうだとか、こうしてくれたらもっといいのにとか、使い勝手を見て、料金プランはなんとかなんないのかとかですね、まあいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、安いと思いますけど、はい、そういったことをですね、いろいろご指摘いただいて、そこを改善していきながらグランドオープンを迎えたいなと思ってますので、なるほど、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、で今日はですね、商店街の皆さんに協力していただいて、唐揚げ、はい、焼きそば、ホルモンうどん、枝豆、ポテトというのですね、はい、美味しくいただきました、はい、ありがとうございます。本当にですね、急に僕も昨日商店街回らせていただいたんですけどそうなんですか、はいはい、皆さん方がですね、すごく親切、丁寧に対応してくださいまして、非常に助かりました、はいはい、なので明日ですね、はい、岡山駅前商店街で夜市が、はい、今年最後の夜市ということですね、はい、今日は前夜祭ということでやらせていただいてますので、はい、ぜひ皆さん明日は足を運んでください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、賑わいますよ、土曜夜市、はい、はい、そうですね、盛り上げていきたいと思うんですね、はい、はい、ですね、はい、岡山、こういうね、商店街で今頑張ってますんで、はい、ぜひそちらの方も、はい、していただきたいですね、はい、味は保証いたします。はい、はい、はい、ということでございまして、はい、サムライスクエアさんから今日お届けしてまいりましたが、はい、ご招待いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。経験をありがとうございます、はい、まあ、これからも頑張ってください、はい、10月1日グランドオープンということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、矢野さんにご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。キュービンさんからみんなで作り上げていく空間でもあるんですかねというメッセージ、ナイスコメント、それが言いたかったんよ、はい、私もね、森さんからはなんか新鮮な格好やなってみゆみゆさんのこと言われてます。それおのみさんのことですよ、私これ普段着です普通の T シャツですからね。ああ、さあ、というわけでございまして、今から郵送に出るには何時間かかっていかなきゃならんって、もちろん福島からねこちらまで来ていただくのも大変だと思います大変だと思います、
はい、どこでもドアはまだできないかと。そうですね、あれば私もそちら行きますけど、うん、ね、というわけでございまして、はい、そろそろ時間になりました。ですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや、予想以上にちょっとあのいろんな方にも出ていただきまして。そうですね、はい、楽しい時間でございました。はい、最後までなんでみゆみゆがマノミン TV に出ているのかっていうのはちょっと謎でございましたが、おっと、そのなんか事情を全部話しちゃうかい。え、あ、事情なかった体です、今ですかね。体っていうか事情っていうかよくわからないんです。そうですね、今日そもそもなんで二人でいるんでしょう。わからないです。まあ、私もわからないんですよ、きっと誰もわかってないんですよ。まあ、ご覧の皆さんもっとわからない、ね、あのなぜかこの二人でワノミン TV をやるっていうことになぜかなってる。なるほど。まあ、今日確かに私どこのチャンネルでやるんですかってここに来てから聞きました。そのとおり。いやー、サムライスクエアさんがきっとユースのアカウントを持ってらっしゃるんやろうと思って、で検索、ついたら検索しようと思ってたんですけど、あ、モノミン TV でやるからで、なんだっていう、ね、小橋ミュウミュウでワノミン TV 進行デフォルトになってて、いや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 、基本的にワノミン TV は私を一人でございますが、そうでございます。もう、はい、素晴らしい名物、ね、ちなみに明日はですね、駅前商店街ももちろんお越しいただきまして、はい、朝10時からは後楽園、そして、11時からは倉敷の小島で岡田、はい、岡田でございます。そして10ごめんなさい、時間がねそれぞれちょっと見逃してしまいましたが、最大時が13時、14時です、多分。はい、で津山美雅香がっていう感じでやるとですね、津山美雅香は11時かな、11時かな、ですかね、ちょうどお待ちを。まあ、あなた待っちゃいないねっていうね。はい、全国一斉に SNS をフル活用したイベント、地元の地を取る、地元を取るイベント、地撮りということで、明日は北から、全国北から南まで、南はどこでしたかね、熊本まで、ありますね、北北海道、旭川からですね、はい、もう全国で開催される地撮りというイベントに、私は岡山町探検岡田で、はい、倉敷小島に行かせていただいて、岡山県でもあと宝冠町とか、はい、西大寺、はい、うん、美作津山、はい、そう、そうですね、と各所で、岡山県内は5カ所ですかね、もうあちこちでもイベントごとごとごとみたいなございますので、ぜひそちらの方もご参加いただきたいと思います。はい、そうですね。昼1時からは放課後ですね。はい、朝10時から後楽園、そして11時からは、倉敷小島。はい、小島。最大時が14時でしたっけ？のはのよかっていうのも、うん、ね、そんな感じ。そして津山美雅香が、違うかな。あれなんですけど、もう埋もれすぎたよこれ。すごいんですよ、本当すごいんですよ。ですね、もう一回読み上げます。13時から16時が宝冠町、10時から11時半が後楽園、14時16時が最大時チャクラ3で、11時から3時頃までが、地鶏倉敷や岡田倉敷、はい、倉敷小島ですね、はい、そして、13時から16時が美作津山で、美作会場が湯の郷美春閣、津山会場がシーズハウス、はい、という感じでございます。岡山ではそれだけのことをやっておりますので、はい、ぜひそちらの方にも参加いただきたいと。そうですね。で、岡山商店街では土曜夜市がありますし、はい、宝冠町商店街ではウエストサイドミキサーが明日初日ということでございますので、はい、音楽と関連したイベントですね、はい、音楽というかアートですね、はい、あ、アートか、音楽も、はい、音楽も含めたカルチャーですね、キャルチャーという感じで、岡山は盛り上がっておりますので、はい、ぜひですね、方々に、はい、お出かけいただきたいと思います。そうですね、私、急遽思いつきで写真とか放り込もうと思ったら近場の、そうです、そうです、その通りです、タカさん、そうですね、そう、自撮り岡山とか自撮り倉敷とか、そうですね、それぞれのハッシュタグが自撮り明日ということで、キュービンさんは倉敷小島で、はい、はい、いらっしゃる予定で、はい、ありがとうございます、お待ちしておりますのでね、小野民さんは、はい、岡山のキー局として MC をされつつ、そうです、郵送しながら本館長の写真をアップしていければ、はい、なるほどなるほど、後楽園の方も参加したいと思います。あ、そうですか、ツイキャスができればなと思ってます。あ、いいじゃないですか、はい、キャラバン隊さんが来られるんですかね、後楽園って、そう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 、そう、ね、岡山のあのももっちとかも来られるんですね、キジーサル犬、はい、ももたろう、ももたろう、きびだんご、きびだんご、じいさん、じいさん、おばあさん、おばあさん、おのみさん、は、大きい桃、大きい桃、大きい桃、じゃあちっちゃい桃、あと鬼、裏、鬼、あ、お裏、あ、桃っち裏っちね、岡山のマスコットで、あと金財宝、
ありがとう。さあ、ということでございましてですね、コワーキングスペース岡山駅前にございます、はい、コワーキングスペース新興ビル5階にございます、サムライスクエアより本日はバノミン TV 急遽お届けいたしました。はい、ぜひ、本当に興味がある方はサムライスクエアさん、ぜひぜひいらして、いらしてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なぜか、なぜいるかわかりませんが、みゆみゆさんもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ皆さん、また、次のバノミン TV は8月の29日、FM 倉敷さんとのコラボでですね、行きたいと思いますので、ぜひそちらの方は、8月29日水曜日7時半から、コラボしたいと思いますので一つよろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。フワットよいしょ、もうブチッといっちゃいますね、ごめんなさい、失礼します。